うこそお越しくださいました。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いいたします。お願いします。で、亜生くんのこのね、このカッコとかがね、ちょっと主役の子のにそっくりなんですよね。後で衣装いじるとこありますすいません、お兄ちゃん台本読んでなかったから後で衣装いじるとこあるんで。さっき言うてもいいですよ、ね、いやえ、そのさっき言うても後で衣装をこうやって皆さんに見せる時間あるんで、その時にやってください。はい、今はもうこの時のあのオープニングどうでしたかっていう話だけです。ね、あの亜生さん、今日お兄ちゃんのもし暴走があったらコントロールお願いします。そうですよね。さっきあんだけ打ち合わせしたのに誰が暴走やねん。いいでしょ別に。段取り通りやって何がおもろいんですか。いやちゃんとあんねん段取りが。カメラ置きながら一回。なんでカメラ置くの。この人らの仕事や。結構芸人中のミッキーマウスが本当に早く通した。すごい。おぉー、ジムちゃん入れてる。倒したナイスペイ。ありがとう。じゃあ行きます。一発目完成。すごいすごいすごい。一発目で 100% 次山内ですね。すごいね。すずちゃん頑張れ。これえこれミッキー引けるんじゃないですか。やばいぞこれは。プレッシャーが。あーおいおい俺どうしたらええねんお前俺どうしたらおもろなんねん。タクヤいって。タクヤな、いくよ。でも350円すごい倒せた。おお倒せた。いやここはね、なんかタクで僕も100出してそう最後つなげて俺が何パーセントでもおもろいよ。あとでもええし、それが90。頼むわ。この後の89。ほんまのこと言うと100出したらあかんねん。100出したらあかんねん。ほんまのこと言うな。95って90大丈夫か。おい、いけるんか。やったー。そうこれ2人で100出したらあかんねん。出しちゃいました。しずちゃんがでけへんことなんてあんの。なんか今まで仕事でね、いろいろ共有させてもらってるんですけど、全部結構パーフェクトできる。いやそんなことないですよ、本当に。欠点ないでしょ。私自転車乗れないです欠点やなそれ。マジでロケ一人だけ三輪車で